はいどうもパシです、今回はですね iTunes ストアの無料ランキングの3位に面白そうなゲームがあったのでやってみたいと思います。こちらソーセージマン。ちょっと名前がね、まあ、いやらしい響きなんですけれども、なんかね、これ、荒野行動のパクリゲーって結構レビューで言われてるんですよね。レビューご覧ください。結論から言うと、まあ、荒野、その他諸々を混ぜたようなバトロワーとか、荒野のパクリって言ってる人がいるけど、パブジーなーとか、荒野行動よりは動きやすいとかも好き放題言われてますよ。まあ、ということでですね、まあ、オパシのリスナーは、まあ、結構ですね、まあ、荒野行動で、まあ、夜な夜な VC 繋いでソーセージマンになっているような子たちも多いと思いますが、まあ、そんな子たち向けにね、まあ、こんなゲームもあるんだよということで、まあ、夜な夜なソーセージマンになっている俺が実況していきたいと思います。さあ、キャラ作成。なんだこれ。ちょっとなんか、あれ、方形の方ですかね。俺かな。はい、じゃあオーパーシでやりましょう。ゲームの熟練度、まあ、初心者かプロ選べるんですね。まあ初心者かプロかで言われれば、まあね、この間までロジクールさんにスポンサードいただいてたんで、まあプロでしょう。バトロワとデスマッチがあるんだ。へえ、ちょっと待って、最初にちょっと設定しろか。お、すげえ、意外としっかりしてる。え、すげえ、さすが iTunes3 位。ちょっと操作設定を変えたいですね。僕の大好きな荒野行動っていうゲームがあるんですけど、そのゲームにちょっと限りなく近い設定に変えたい。はい、ということで、初期設定だけいじってみました。では、初見プレイでやっていきましょう。人狼モードとレースカーモードがあるの？バトロワなのに人狼とレースモードがある。なるほど。それは、どっかで見た気がしますね。荒野行動にもありますね、人狼とレースモードは。あ、マップは2個なんですね。バトルアイランドっていうマップと、レインボーアイランドっていうマップか。じゃあちょっとね、ソロモードでバトルアイランドやってみましょう。さあ、実際どんな感じなんでしょう。でもこの雰囲気だけだったら、なんか荒野というよりはちょっとなんかフォートナイト味が強い海外ゲームっぽいテイストを感じるんですけどね。なんだこのスプラトゥーンみたいなやつは。おお、すげえ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 。なるほどなるほど、新しい。え、完全にこれはスプラトゥーンだな。マップは、お、意外と広そうだな。はい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 。もう航路とかも最初から出るんだ。いいねいいね。まあすでにね、バトロワっていうゲーム自体がだいぶ多分掘り尽くされてる感があるので、いろんなゲームを参考にして多分いいゲームを作ったんでしょう。そう、まるで荒野行動のように。いや、怒られる。大丈夫そうこれ。なんだなんだなんだ、スーパーファミコンみたいな、なんか時代を感じる始まり方。ベストソーセージ、この試合に参加してる一番強いソーセージってこと？一番強いソーセージって意味深すぎない？俺それになりたい。で、とりあえず俺はもうバトロワの天才と言われてる男なので、名前がついてるところに降りると初心者狩りに遭うって知ってるんですよ。で、多分おそらくここがポチンキですね。ここポチンキですよ、これ。P タウン。ポチンキタウンの略ですね、これ。そういう危なそうなところには降りずに、まあ、誰も降りなそうなとこ、この辺ですね。いわゆる陰キャポジ、降りていきたいと思います。バスから飛び降りるタイプなのね。あ、でもなんか降りてる人とかは全然、あ、いっぱいいる後ろ、流星群みたいになってる。エイペックス見てた。あ、ピン刺してるところにあえて出るのありがたいね。あ、これ100人バトロワなんだ、しかも。残り100、撃破0って書いてあるわ。あ、で、左下に残り人数が出てんのかな？え、残りすぎじゃない？残りすぎでは。はい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 。え、なんか降り方もフォト並み強くね？これ前進めてる？これ進めてんのかな、本当に。ちょ、不安になってくるぐらい前進めてないんだけど。はい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 。まあ、この辺はまあ、どこのバトラーも一緒ですよね。お、キルログが流れ始めた。ニコニコ動画スタイル。右から左にキルログ流れるの面白いな。なるほどね。じゃ、ここに降りちゃった。はい、お邪魔しまーす。はいはいはい。何これ？エネルギー弾丸。はい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 。強い武器が何なのかも全くわかんない。あー、まあ、とりあえずハンドガンはどうせどのバトロワでもあんま強くないと思うんで。なんか落ちてる。外に落ちてんの？なんかこれキノコ？キノコで回復？巨大化？背が伸びる。ほう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 。キノコを取ると巨大化する？斬新だなぁ。あ、なんかいる！え、スライムいるんだが？え、どういう状況これ。あ、また大きくなれるキノコあるよ。大きくなるキノコとかソーセージとかさ、なんか、ちょっとなんか突っ込みどころ多いよね。ちょっとあれ撃ってみたいな。ほらほら、壊れない。あ、壊れた。クラシックモードで野外ポポを撃破。え、なにこれ。あ、アイテム落とすんだ。野生浮気してるモンスターを倒すとアイテムゲットできるんだね。あ、 5.56 の銃だ。 5.56、 M416。 なるほどなるほど。お、いる。待って、倒、あ、待って、当たんね。待って、なんでちゃんと遮蔽物隠れてんの。
怖いって。待って、あの動きプレイヤーじゃない？初っ端からしっかりプレイヤーいんの怖いんだけど。バトル終わって1試合目ボットなんじゃないんすか。荒野行動も1試合目だけボットいますからね。やっぱ1試合目だけボットでいいと思うんですよ。え、怖い。え、待って、いるやん。よし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 よアンチめっちゃ上じゃん。待って、これ車とかあんのかな。え、これ移動手段何このゲーム。あ、あれか。武器をしまって、乗ります。アタックバギー。これ、え、あ、運転、アクセルボタンとブレーキボタンね。はいはいはい。結構スピード感あるな、これ。初見でもなんとなく大体、ノリでできちゃうのがいいよね、もうなんか。てかなんかさ、明らかにいいアイテムがいっぱいありそうな、なんかああいう船とかが上に止まってんの、なんかどっかで見たことないんだよな。確かに、これはどっかで見たことがあるものの詰め合わせ感は強い。おっと？なんだこれ？フェラーリか？フェラーリではないけどさ、レースカーだって。いいね。やっぱレースカーがないとダメだよな、バトロワは。やっぱ今時、公式から許可取ってんのかみたいなね、ちょっとね、違和感があるぐらいのレーシングカーが足されてなきゃ、バトロワは時代遅れです。はい。ちなみに荒野行動は結構公式コラボ多いです。はい。さすがですね。ちょっとここら辺で褒めとかないと後々怒られそうなんでね。ちょ、P タウン行ってみっか。噂の。通称ポチンキー。うわ、でけえ、街。このゲームの中では多分これが一番でかい街なんじゃない？絶対プレイヤーいるよな。うわ、いる！え、撃たれてる撃たれてる撃たれてる。あれか。ちょ、危険じゃね？やり合ってんじゃん。おらー、横やり！ナイス撃破！待って、撃ち合ってるやつ倒したぞ。今なんか飛んでるやついたよな。え、待って、チーターみたいなのおるって。え、チーターおるって何あれ。おお、じゃあ当たった当たった。オッケー。一旦ちょっとここでやり合ってた奴らの物資をもらおう。お、なんか強そうなのいっぱい持ってんじゃん。え、やっぱプレイヤーじゃん。何この物資の良さ。このゲーム車強えな、絶対。よし、ちょっと一旦アンチの中入っとこう。持ってるアイテムを確認しよう。回復とワープカプセル。キャラを 50m 上空に転送し、20秒とどめる。あ、さっきのチーターみたいなやつはこれを使っていたのか。敵に詰められた時これで逃げたりするんだね。面白い。戦術遮蔽物アイテム。投げると耐久力800の壁を作れる。起動フック。キャラを目標ポイントに引っ張る。え？なんか、すごい、なんか結構なんかエーペックスみたいななんかスキルで戦う感じのバトロワなんだね。意外だな。もっとなんか、ソーセージがただ遊んでるだけみたいな感じかと思ったら、ちゃんとバトルをしてる。お、スナイパーライフルだ。スナイパーライフル欲しいな。いるやん、いるやん。オッケー。ナイスでしょ。お前は何を持ってたんだ。お前も武士結構いいな。あ、フライパンある。あれ？どっかで見たことある。バトロワでフライパン。それダメだよ。なんでか詳しくは言えないけど、ダメ。同じ悲しみを他の人には背負わせたくない。ダメ。あ、足音。うわ、下にいるっぽい。うわ、下でガン待ちしてんのかな。ちょっと詰めるか。いる？え、どこ？どこ？あ、いた！よし！うおー、緊張感あった、今の。あんなジャンプでかわすようなテクニックもあんのかよ。怖えって。よく勝てたな、今の。さあ、最終アンチの手前かな？最終アンチかな？左から回りますか。でも家あるんだよな。家から出てきてるやつに絶対いるよな。まあ、それを迎え撃てたら強いが、ここを渡り切らなきゃいけないのか。やばい。撃たれたくないから、ぐるぐるジャンプしながら移動。ぐるぐるジャンプしつつ、クリアリングしつつ移動。やばい、俺ソーセージマン実況者になってる、ちゃんと。残り4人。え、どこ？あ、いた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 。うそ、やらかした。おし、おし、うまい。俺今ダメージ食らった？あ、めっちゃ食らってんじゃん。 HP ほぼゼロやんけ。危なかった。知らなかった。下のゲージ見ました。今死ぬ寸前でした。あぶねえ。これ何？これ、これ乗れんの？俺、走行バス。あー、遮蔽物かー。でも場所バレるんだよな、こんなん乗ったら絶対。
ちょっと前乗ってアンチにだけ入ってくか。俺だけ遮蔽物をもらおう。え、でもこの最終アンチ付近で走行バスって名前やばくない？え、これ乗ってりゃ勝てんじゃない？あ、撃ってきた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 って。おい、どこだよソーセージ。あ、いたいた、一人いた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 って。よし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 。で、これで降りて、やばい、こっち側に降りちゃダメ。どこ行った？さあ、俺だけ遮蔽物を手に入れたぞ。来るなら来い。あ、いたいたいた。よし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 。うー、緊張したー。勝てた。ナンバーワン MVP キングオブパーティー。これで俺が一番のソーセージってことでいいですか？あなたの格付け SS プラスソーセージになりました。現実と一緒ですね。はい、ということで、今回はソーセージマン実況してみました。皆さんもぜひね、無料ゲームですので遊んでみてはいかがでしょうか。非常にクオリティの高いゲームでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。